はいどうもこんにちは、ジェット大きです。今日はね、カメラの小ネタをちょろっとやりたいと思いますけどもね、皆さんね、ミラーレスの撮影設定で、ミラーレスに限らずだけど、一眼レフとかね、デジカメとかの撮影設定で、色域 SRGB と AdobeRGB どっちにしてますかね僕はね、これまで AdobeRGB にしない理由がないと思ってたんですけどもね、 まあ、おおむねね、クリエイター関係の人はね、アドビ b e RGB で、まあ、それで普通だと思ってた方多いんじゃないかなと思いますけどもね、最近やめました。最近というか、この1年ぐらい、SRGB にしてみてます。その結果ですね、自分に関しては大して問題はないかなと。というのもですね、ロー、<laughs> ローから起こすことがほとんどですすよねローから起こすこととがほとんどなので JPEG 自体は別に SRGB でも問題ないんじゃないかなとただまあ私の場合ねこれまでも公言してきましたえー、展示写真展とかを展示する作品結構 JPEG まま行ってみたっていうものは多いですがそれもね 1> ここ1年振り返るとねモノクロしかやってないんですよね <laughs> ディスプレイ P3 ディスプレイ P3 は、えー、SRGB が元になってるんだっけな <laughs> そう考えたら <laughs> SRGB でいいよなと思いますしウェブブラウザウェブブラウザはもう明らかに AdobeRGB を突っ込む となんかくすんだ色になるっていうこともあってじゃあ sRGB を取った方がいいのかな割とねだから JPEG をこうカメラからさ JPEG をピューっとデータだけ飛ばして投稿するじゃない SNS に sRGB の方が楽なんですよね <laughs> SRGB の方が圧倒的に楽なんですよこういう動画見てらっしゃる方はローも一緒に撮ってらっしゃると思いますけどもねそうなってきたらもう JPEG はもう SNS 用に便利な方がっていうのがね今の見解ですね私はとにかくね SRGB にしまして楽になりましたすごく楽になりました JPEG を JPEG をスマホに飛ばして、えー、その場で変換も何もなしに投稿しちゃっても色が変わったりしない SRGB めちゃくちゃ楽という今今そんな感じですはいまた変わるかもしれませんけどもね、えー、皆さんはどうしてらっしゃいますでしょうかよかったらコメントとかくださいそれでは